突然だが霊夢、七不思議はあったか？ベタなやつなら。ということで今回はこちら、放課後秘密クラブ、私立ゆうかりの葉学園に入学した猫田雄一、部活を何にしようか悩んでいたら、秘密のクイズを見つける、かわいそうだから解いてあげると、不思議な美少女に出会う。彼女は有ヶ崎千歳、放課後秘密クラブの部長であった。この学園の謎を解き明かし、真実に触れることが目的であった。なんだか放っておけないので、即入部を決める。そして二人だけのクラブ活動が始まるが、どうやら癖しかなさそうで、といった始まりだ。活動内容がアバウトだね。例えばこの交渉があったとして、由来は桜だと思うだろ。違うの？図書館でその歴史を調べてみると、桜がモチーフだと書いてあったんだ。まあそうでしょうね。しかし隠し扉を発見。急展開すぎる。さらに裏の歴史を発見。初代学長の顔を発見したんだ。思ったより変な理由だった。またある時は中庭にカッパがいるということで、綺麗に掃除をすることになる。この時点で絶対いないじゃねえか。いるんですわ。なんでや。この学園にはどうでもいい秘密から、大きい秘密までたくさんあるんだ。それを二人で解き明かしていく。コメディな作品になってるぜ。秘密見っけ。今回はここまで。簡単な感想は動画説明欄に書いとくぜ。それではまた次回の動画で、お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。